経過大師像経過、え、ただし元年12月15日は中国東大の密教像で日本の空海の死。属性は馬氏。長安の東にある明王県の出身、新言八祖の第七祖。新言八祖像として描かれる際は、同時を従えた姿に描かれることになっている。出家した後、福に指示して、 今後長系の密教を、また前、無意の弟子元長から、大日系系と、素質事業系の密教を学んだ。今後板田企業、大日系の両系等の密教を統合した第一人者で、両部曼荼羅の中国的改編も行った。長安清流寺に従して、東アジアの様々な地域から集まった弟子に法を授け、一方では大、大僧徳僧 順州と三代にわたり、皇帝に死と仰がれた。高知県の青流寺にある経過の博士山郊外の青流寺にあるが、高知県の青流寺にも文骨簿がある。第六祖の福山蔵に七歳の時その才覚を見出された経過は育てられ、十五歳の時には霊能力を得るに至る。その噂を聞いた時の皇帝大僧は経過を宮中に呼び、 言体有いあり願はそれを解くようにと命じた。経過は6歳の同時に大事在転を下ろすと、童時は皇帝の過去現在未来を答えた。驚嘆した皇帝は経過に消えし、寄進をした。というエピソードから、経過像を作成するときは同時を伴った姿で表現する。ありがとうございます。